山火事発生時の会合で地域住民とマイケル・ジェームズ・ダン・リービーはアメリカ合衆国の政治家第14代アラスカ州知事アラスカ州上院議員を経て2018年の州知事選挙に撤退した現職ビル・ウォーカーに代わって共和党から立候補元連邦上院議員の民主党候補マーク・ベギッチを破って当選したペンシルベニア州スクラントン出身 1983年、ミザリコーディア大学卒業後、アラスカ大学フェアバンクス校大学院に進学し、教育学の修士号を取得。1983年にアラスカ州に転居後、一貫して教育の道を進み、教諭や校長、学区長を歴任した。アラスカ州上院議員当選以前は、マ、ま、タヌスカスシトナ軍議会議員を務めていたが、そのうち2年間は、 議長の地位にあった。2012年のアラスカ州議会議員選挙に D 選挙区から立候補し、8月28日の共和党予備選で現職のリンダ・メナードを得票率57.42%で破った。11月6日の本選挙でも同94.24%で対象し、上院議員に当選した。2017年、翌年に行われる 知事選への立候補を表明。同年9月に健康上の問題から一旦、選挙戦を中止したが、12月に再開した。2018年1月15日には、選挙活動に集中するため、上院議員を辞任した。後任の上院議員には、多くの名前が挙がったが、元アメリカ空軍中佐のマイクシャワーが、知事ビル・ウォーカーから指名され、上院議員団もこの人事を承認した。 2018年11月の中間選挙でダンディー・ B はアラスカ州知事に当選した。副知事にはケビン・メイヤーが選出された。知事に就任したのは12月3日であった。ダンディー・ B はアラスカ州の検事総長にケビン・クラークソンを指名した。ありがとうございます。